はい、ノッチ TV 始まります。ピースの角度は自分向き D ノッチです。そしてはい、ガードが硬いの親譲り萌子です。面白いこれさあ今回は、はい、月9シャーロックについて、はい、今回なんと初語り語りですな。本当だ、終わりだというのに。いや、とにかくあのディーン様が、うん、どんどん良くなっていってしまった。ずっと見てたんですか？うん、あんまり話さなかったよね。うんうん、一気にまとめてみました。ああ、そうなんだ、そうなんだ。で、今回やっぱディーン様、あとガンちゃん、はい、ガンちゃん、うん、あと佐々木クラナスケ。はい。うん、やっぱディーン様すごかったね。あと我々の伊藤愛美さん。はい、あ、出ました。そうだそうだそうだ。そうだ、我々の。あ、とことは知る顔から結構あれかな、好きな感じかしら。だからね、伊藤愛美さんはね、いや、やっぱり今回もこっちは怖かったです。こっち、え、あ、またそっか。怖くなかったのはグランメゾン東京の時だけです。あ、そうそうそう、そうだよね、グランメゾン東京にも出てた。だからあれも怖いんじゃないかと思ったけどね。まあでもゲスト出演というかあれですか、ずっと出てたわけじゃないってことですよね。それが、うん、あ、シャーロック、うん、シャーロックは結構重要人、途中に出てきたけど、俺ねっていうか、まあ全員わかるんだけど、絶対に2ある終わりだった。おー、うん、ちょっとやり方的にはもう、うんうん、絶対だよ。急に上がった。絶対2、うん、あー結構良かったな。いや、でも続編がないと回収しきれないドラマ今期多そうな気がしますけどね。いや、もうなんかね、ちょっとかい、なんかね、原作は確かこのシャーロックはね、海外のあれだから、うん、そうですね。だからもうこれはもうだって全然終わってないもん。うーん、最後の方とか良かったですよ。これはもう絶対2はある。見どころとしてはもう、うん、オディーンファンじゃなくてもみたいな。どうなんだろうね、うん、まあ俺が別にオディーンファンじゃなかったのがでももうオディーンファンだよね。もともとさ、俺あの朝ドラの時からさ、うん、オディーンはね、うんうん、よかったから。あ、なんとかロスってありましたもんね。5なんだっけね。でもさ、どんどん成長してるよ。五代さんか、五代ロス。と思ったな、もうやだな。最初はなんかそれこそうまいのかよくわかんないような演技でしたよ ね。あとあれ印象的でしたね。うん、なんかあの、うん、フカキョンさんとのやつね。何？なんだっけ、うん。私のなんとかしてくださいみたいなタイトル。どんな感じの話でしたっけ？なんか。うん、なんとなくで言うと、ドエス、ドエス、フカキョン、うん、へえ、あ、ダメだ、思い出せない、フカキョン、へえ、あ、わかるよ、わかるよ、なんか喫茶店みたいなやつ。ダメな私にそう恋してください、そう、喫茶店のやつです。あれでなんか振られちゃう、うん、あ、まあ、いやいや、フカキョンがね、うん、そうそうそう、うんうん、ね、あれ、うん、あれの時とかなんか違和感ありましたけどね、うん、まだまだ、うん、なんかちょっと帰国主導が強すぎるっていうか、うんうん、まあでもあれでもすごい好きな人いっぱいいたと思う感じだったけど、うん、今回のはもうちょっとたまんないな。あ、やばいですか。で、毎回毎回さ、うん、あの話のゲストがいっぱい出てくる、それもまあまあすごい、すごい人ばっかり出てるし、でもそれでもおディーン様すごかった。あ、全然かすまない。かす、うん、これおディーン様とキムタクちょっと戦わしたいな。あ、どうなんだろう。でもタイプがなんか違う気がするんだけどね。うん、タイプ一緒いないでしょ。いないけどキムタクさんだけはもうね、うん、キムタクさんだからなっていう、なんかね、なんかみんな萎縮するじゃん。うん、だからおディーンさんはいけんじゃないかなと思って、なんなら知らなかったかもしれない何が知らない、金卓のこと。あ、うん、だってすごい偏食なんだよね、あの人は、ね、なんかフォーとか食べたり、ね、あのなんか
なんだっけ、うん、骨のスープみたいなやつとかでしょ、うん、なんかよくわかんない、どっかの国のスープ、うん、中国系の。まあなんかこういうなんか探偵なんですよ、やっぱりシャーロックって、ね、うん、はい、なんかな、で最後の方なんかさ、高橋克典が出てきて、うん、兄弟だったりすごい、そうそうそう、なんかね、ちょっとこれはね2,3,4と行くんじゃん。おー、そんな大門未知子ですか、そしたらあー、大門の話しなくちゃ。そうですよまあそんな感じでシャーロック、はい、あるのかな、わかんないですね、特にその辺の情報。シャーロックは僕は見てもいいんじゃないかなと思いますね、うん、見てなかった人、うん、かなり注意とこです。お、最終回見た感じでは、うん、よかったうちに入る。お、素晴らしい。で、これ手術なかったらちょっとアホかって言いたいけど。あ、すぐに始めてほしい。来年後半に撮影をとにかく、うん。意外と映画決まってんじゃねえかな。ああ、そっちもありえるね。でも今って言うもんね、最終回でね。そう。だから言わなかったから映画はまだ。でも映画化してるの多いですね、そう考えると。この方のね、作品自体もね、だから月9になった意味っていうか、うん、かでもこの脚本だけでこんなに見えるかなって思ったけどね。うん、でもね、なんか本当にそのな、今って8週9週9話ぐらいで終わっちゃうんだけど、うん、90で、でもね、ちょっと増えたでしょ、それじゃ無理なぐらい、うん、だ、もうすごい、一時7,8ぐらいの時ありましたよね、もうね、うん、昔は12ぐらいだね、12ぐらいのイメージがね、うん、まあそんな感じで、はい、見なかった方どっかにあったらぜひ見てほしい。これは多分損しないと思います、うん、はい、はい、それじゃあね、はい、また明日、また明日。向往的远方，精彩的世界，有多少人想要，又有多少人敢要。